さて、今回は Someday、いつの日かというタイトルの Someday というあの歌を取り上げますね。カーペンターズが1969年、キャロリン・カーペンターが19歳の時に、発表したものですね。カーペンターズが一番最初に出したアルバムです。アルバムの中に収録されているものです。そのアルバムの名前は Offering と最初は名前を付けてなんですね。 Offering、 その後に Ticket to Ride という名前に変えてジャケットも変えたんですけども、まあ、最初 Offering という形で出したんです。A&M というね、A&M というハーブ・アルバートというあのトランペッターが、ともう一人あのジェリー・モースというその二人が立ち上げた小さな会社でね、契約して、で一番最初に何でも好きなように好きなアルバムを作っていいよと言われて、じゃあということで一番最初に、アルバムを作ったんですね。そのアルバムはこういうタイトルのものなんですけど、あんまり売れなかったんですけどね。でもその中のものが結構ね、あまり売れなかったにもかかわらず、やっぱり後になって成功してしかるべきだなと思えるような、僕らみたいな音楽について何にもわからないような人間にも、わさすがだな、さすがだなと思えるようなものを見せてますね、やっぱりね。うん、それ専門家が見たら本当に第1番目のこのアルバムにさえすごい才能を見せてるということはよくわかるでしょうね。僕らにでも少しわかるわけだから。ところでこの今回の Someday という歌は、ジョン・ベティスといういつものね、いつものリリシスト、すなわち作詞家、それとリチャード・カーペンター、この2人はね仲良く、あのリチャード・カーペンターが大体は作曲したんですけどね。でジョン・ベティスの方は作曲はできないんですけども、あれができるんですよね、あの詩を書くのがうまいんですよね。でこの二人大学時代からの友達でいつもこれで組んで、よくあのね、リチャードが作曲で、ジョン・ベティスが作詞をやってよくやってたんですけども、まあジョン・ベティスは、キャロリン・カーペンターのこと、それからリチャード・カーペンターのことをよく知ってるもんだからね、まあこの二人の気持ちをよく考えて、二人の生き方とかね、人生をよく汲み取ったような歌をたくさん作ったんですけどね。その中の一つが最初の方の作品がこれですね。Someday、 いつの日か。結構悲しい歌で、この歌僕最初は何言ってるのかよく分からなかったんですけどね。YouTube 上のいろんな人のコメント見てるとね、あのネイティブらしき人たちがいろんなこと書いてるんですけどね。この歌聞くたんびに大声で泣いてしまうって言うんですよね。そういうような人たち多いんですよ。このキャロリンの声、悲しい声にももう泣いちゃうし、この歌詞にももう本当に何とも言えない悲しみを感じるというんですね。で待てよ、キャロリン・カーペンターの声は確かに悲しい感じがよく出てるけど、この歌詞は一体どういう意味なんだろうってね。あのね、表面上の意味はわかるけど辻褄が合わないなと思ってたんだけども、やっと今さっきね分かったんですね。考えてみれば簡単なんですよ。さてこの歌はね、あのキャロリン・カーペンター、女性が歌ってる、キャロリン・カーペンターが歌ってるから女性の立場で男性に対して歌ってるものだと一応想定しておきます。別にね、男性が女性に対して歌ってるのでもいいし、男同士で歌っててもいいし、女同士で歌っててもいいんですけどね、一応ね恋人同士、そして女性や男性に歌ってるものとして一応想定してみますね。でね、ずっと読んでたら分かるんですけどね、どうやらあの女性の立場で今から旅立たないといけないです。でおそらくはね、僕が想像するには戦争に行くんですよ。で女性の立場として戦争に行って、でその戦場で、まあ、武器を持って戦うか、まあ、この時代ですから1969年の段階だから一番わかりやすいのはね、アメリカの女性が今からベトナム戦争に向かう、そして女性だったら、まあ、従軍看護婦になるか、あるいは従軍看護婦看護婦になるか、あるいは、ね、あるいは本当に戦場で
あの、武器を持つかどっちかは分かりませんけどね、そういう立場。これはね、別に男女入れ替え違えて、男性が今から戦場に向かうのでも構いませんよ。で、あの、この時代だから、まあ、この時代のアメリカですから、まあ、ベトナム戦争をに行くんだと。で、ベトナム戦争から帰ってくるのがいつかわからないけど、someday、いつの日かわからんけども、ともかく帰ってきた時には、その時には一緒になろう、なりましょうというような歌。で、そのいつかの、いつの日かというのが本当に来るんだということを私は信じてるんだと。というような歌だと僕は想定しながら読みます。別にその他のいろんな設定してくれてもいいんですよ。ね、僕は そういうふうに考えると分かりやすいから、そういうふうに考えることによって、やっとこの詩の意味が分かったんです。分かったような気がしたんです。その他の想定の仕方もあるでしょう。みんな自由に考えてくれたらいいんですけど、僕はそういうふうに想定しながら解釈してみますね。Someday, rested from hours of sleeping, we'll stay safely behind what we are keeping.Real seems warmer than I had remembered you. Lying so close, I'll be able to feel you breathe. I could never leave. という歌なんですよね。Someday, いつの日か。いつの日か。いつの日か。そして rested っていうのはね、これは副詞でしょ？副詞。まあ、名詞と考えてもいいんだけども、まあ、ここでは副詞でしょうね。副詞、いつの日かにおいてですよね。いつの日かに rested、 これはあの過去分詞、自動詞の過去分詞でしょうね。で、だからね、 someday, comma, having rested from hours of sleeping, comma だと、一応解釈しておきますね。分子構文で having rested from hours of sleeping という意味だと解釈しておきます。何時間もの間寝て休憩した後にいつの日か私たち二人はとど、まるだろう、安全にこの後ろにとどまることになるだろう。 What we are keeping、 私たちは今保っているもの、ずっとね、保っているもの、私たちが保っているものの背後に安全にとど、まることになるだろう。これ何のこっちゃな、つまりは分からないのって言ったな。ちょっと待ってね、どういうことだろう。私たちが保っているものの背後に安全にとどまる、私たちが大事にしているもの、私たちが本当に大事にしている価値観とかね、あ、何よりも愛ですね、これ。どうやらお互いに対する、二人は愛し合ってるはずなんですね。で、お互いに対する愛情を大事にこれ保ってるんですね。で、私たちが守っているこのお互いに対する愛の背後に安全にとどまることになるだろうと。何時間もの休憩によって、何時間も眠ることによって休憩した後にいつの日かって言うんです。だから結局ね、いつの日かわからんけども、まあ、今から戦場に向かうんだけども、何年後になるかわからないしね、ひょっとしたら戦争に行ってちょっと負傷して、そしてその何年もの間ベトナムにとどまって、その後だいぶアッとなってからこっち帰ってくるかとかになるかもしれない。いつの日か分からんけども帰ってきて、で、何時間もの間眠ることによって休憩した後に、これ休憩した後に実際に眠ることによって休憩したんじゃなくって、これはね、まあ戦争に行ったりしてね、全然違うことをやった後にという意味だと僕は一応解釈しておきますね。戦場に行って全然違う体験をした後にいつの日か分からんけども、私たち二人はね、再び出会って、その時にはね、私たちが大事にしているこのお互いに対する愛の背後に安全にとどまることになるだろう。だから結局ね、その戦争が終わって何年後か分からんけども帰ってきて、で、
人が出会った時に、あなたは日本にいて、日本にいてね、しっかりと私に対する愛情を保ってくれて、で私は戦場で戦いながら上軍看護婦として頑張りながらもね、あなたのことを考えて、で帰ってきた時にはあなたに対する愛情を保ったままで帰ってくるというような意味だと一応解釈しておきます。そうしないとなんか辻褄が合わないような気がするんです。で You seem warmer than I had remembered you。 私があなたのことを覚えていた状態よりももっと、あなたはその時にはね、戻ってきた時にはもっと温かいように思えるだろう。だから今はあなたは十分に私に対して温かい感情を持ってくれてるけどね、何年かかして帰ってきた時にはね、ベトナム戦争から帰ってきた時にはね、あなたはもっと私だって深い愛情を持ってくれてるだろうというふうに僕は解釈しておきます。で Lying so close I'll be able to feel you breathe。 あなたのこんなにまでとても近く、ごく近くに寝転んでいてね、私はあなたの息遣いを感じることができるだろう。その時にね、すぐそばにいれば息遣い感じることができる、できますよね。で、I could never leave。 その時にはね、私は決して、そこから立ち去ることはできないだろう。そ、愛しい人がすぐ横にね、寝転んでいて息遣いが感じられるから、それはもちろんあのね、そこから立ち去ろうなんて思いませんよね。で、さてと、ライミングしてるかな、ちょっと待ってね。Sleeping, keeping、 これライミングしてますね。Sleeping, keeping、 ライミングしてます。次、Remember you, breathe, leave。 Breathe と leave がライミング、え、してないな、してないな、ライミングしてないけど、なんとなくしてるかのように感じますね。 Breathe, leave、 E ってね、なんとなく語呂がいいような気がしますね。ライミングはしてませんけどね。次いきますね。One day when I am able to love you, I'll come back from wherever I've been to。I'll see you looking the same as you always have. Lovely, so lovely, I'll cling to the love you give. So I'll start to live ですね。さてと、One day、いつの日か。ね、ある日に。ある日に私が、ある日私があなたを愛することができるときには、私は帰ってくるだろう。どこからかというと、私がその時まで行ってた場所がどこかわからないけども、どこであれ、どういう場所であっても、その場所から戻ってくるだろう。だからいつの日か私があなたのことを愛することができると時に、私はその時までどこにいるか、どこに行ってたかわからないけども、ベトナムなのかね、ベトナムといってもベトナムに行くことは分かっててもね、ベトナムのその中のどこかわからない、どこに行ってたかわからない、とんでもないところに行ってる、捕虜になってとんでもないところに行ってるかもしれません。上官の命令で、軍の命令でどこ行ってるかわからない、同じベトナムでもね、どこ行ってるかわからないけども、ともかくそこから戻ってくるだろうという意味ですが、さてと、これね、すでに愛し合ってるんだとしたら、これ私があなたを愛することができる時にっていうのはおかしいじゃないかという気がしたんです、僕はね。でもね、このラブというのはね、本当に精神的に愛するという意味だけじゃなくてね、あのね、肉体関係を持つという意味にもなりうるからね、そういう意味、特に歌の場合はね。でこの場合はどうやらね、二人は愛し合ってるけど、今はね、今から戦場に向かわないかって、何年かわからないけどもお別れしないといけない。で今度戻っていった時に、もし二人の愛情がね、
あのちゃんと変わってなかったらね、その時はあの本気で本気で愛し合いましょう。だからね、だからその時には、まあ、もちろん肉体的にも結ばれましょうということで、ここの場合のラブはどうやら心身ともに一緒になる。だからはっきり言ってズバリ言うと、肉体関係を持つことができる時にはという意味だと一応解釈しています。そんだけね、まあ伝統的な価値を重んじるね、なんていうかな、今から戦争行くんだからね、今気持ちいいことして、それさっさと行ってね、で向こう行ってもう気が変わって全然違う人が好きになったら、まあその時はその時でいいやというのはね、あの言うようないい加減なもんじゃなくってね、相手のことを本気で愛すればこそは、ね、今は、ね、肉体関係を持つのはやめておいて、で今度戻ってきた時に、その時に本格的に心身ともに結ばれようというようなことを言ってるんじゃないかと僕は解釈しております。そうしたら辻褄が合う。次、I'll see you looking the same as you always have。 私はあなたを見るだろう。 Looking、see you、 see 目的語、動詞の因果形ということで、あなたがこうこうこういうふうにしているのを見るだろう。だからあなたが同じように見えている、同じような姿をしている、同じような顔つきをしているのを見るだろう。As you always have、 あなたがずっとそれまでより、それまであなたが常に、あなたが常に見えてたのと同じ姿として見えるだろう。だからね、自然な訳し方をすると、あなたがね、その時にはね、戻ってきた時にはあなたはそれまで常にあなたがその時までと同じような姿をしている、同じような顔つきをして、同じような目つきをしているのを見ることができるだろうということですよね。だから、まあ、希望に満ちたような声が顔をつき、私に対する愛情をこもった目つきをして、今までずっとそうだったけども、その時も戻ってきた時も、数年ぶりに戻ってきた時も、あなたは同じ顔つきで同じ目つきで、私を見てくれてることになるだろうよとね。Lovely, so lovely, I'll cling to the love you gave ね。Lovely, so lovely というのはあなたがということでしょうね。ね、あなたが見えている。Looking the same as you always have というのは、I'll see you looking lovely, so lovely ということでしょうね、おそらくね。だからあなたがね、今まで通りの顔つきとか、それはもう本当に愛すべき、愛らしい、愛らしいというか、愛らしいというか、日本語は女性に対する言い方ですけども、まあ愛すべき素敵な、本当に素敵な顔つきをしているのを見ることになるだろう。 I'll cling to the love you gave、 私はあなたが私にくれる愛情にすがりつくだろうとね。その次、 So I'll start to live。 So I'll start to live の So は、そういうわけでという意味なのかな。ちょっと待ってくださいね。この So は So that の So みたいですね。だから、I'll cling to the love you gave so that I'll start to live というふうに解釈しています。そうするとね、私が生き始めることができるように、あなたが私にくれる愛にすがりつくだろう。だから言い換えると、あなたがくれる、私にくれる愛情にすがりつくことによって、私は
また生き始めるだろうと、そういう意味だと思います。Sunday is coming if I believe it。 この1、2、この2行が一つの文だと思います。だからもし私がそれを信じれば、そのいつかの、いつかというその日が来るんだ、来るんだとね。だから信じなかったらその日は来ないけども、私は、私が信じればね、信じればその日は来るんだと。いつの日かわからないけど、その日が来るんだと。 Sunday always brings、 これ、名詞として使ってますね。これね、主語ですね。 Sunday always brings the good life you knew ever back to you。 これはね、この3、この3行が一つの文になってますが、 bring で目的語、そして back to you で、この ever はね、まあ、ここにあってもいいんですけども、 back to you の一番最後に ever となってもいいかな。 forever という意味の ever という意味だと思いますね。この ever はforever という意味で、一番後ろにあると考えてもいいですね。ここでは ever を前に持ってこないと語呂が合わないというかね、歌のリズム、あのメロディーを考える上でエヴァを前に持っていくことを得なかったんでしょうね。だからちょっと待ってね、こういうことですね。サンデーが主語になってて、 brings a、あの動詞、 the good life you know、the good life you knew というのは、これがあの O、 すなわち目的語で、でこれは何ていうのか分かりませんけど、まあまあ何ていうの、副詞みたいなものですね。だからいつかという、そのいつかの日が、いつかの日は常に持ってきてくれるんだ。何を？あなたが知っていた良い生活を持ってきてくれるんだ。どこに？永遠にあなたのところに、戻してくれるんだ、いつも。だからこの産業を自然な日本語で訳すとどうなるかな。いつかというその、いつかというその日は、いつかっていつかわからないけど、その、その日はね、その日のことを信じていればね、常に常にね、あなたが以前に知ってたそのいい生活をね、永遠にあなたのところに戻してくれるんだ。だからいつこの日かわからないけども、その日のことを信じるという希望を持ってればね、常にあなたのところにはね、あのあなたがずっと前から知ってたその良い生活をね、素晴らしい生活がね、あなたのところに戻ってくる、来るんだと、永遠に、という意味みたいですね。ちょっと難しいですね、ここら辺は。詩的な言い方してて、普通の言い方じゃないからね。さてと、How I need you, How I need you someday, I, 待ってくださいね。ごめんなさいね。ね、ちょっとあのライムしてるかどうか見るの忘れてました。2番目見るの忘れてましたね。You to、 あ、 You と to はどうやらライムしてみたいですね。 You to、 これでライミングしてますね。次 Have give、 これはライムしてないでしょうね。 Live、 あ、これはしてますね。 Give と live ですね。Give to live は、これはライミングしてますね。さてと、次、さっき見てたこの3番目どうでしょうね。してないね。あ、ライミングは全然、あ、この new と you、 new you、 これはライミングしてますね。
うということでライミングしてますね。さてこれで3番は終わりですかね。うん、次行きます。 How I need you someday, all I can give you is someday。 ここら辺のメロディー忘れました。 Someday, all I can offer is someday, please say that you will be waiting when someday comes, promise me this and a kiss to keep what you are always close to me ですね。 How I need you、 待てよ、言ってもらえね。 How I need you、 これでセンテンスが終わってるような気がしますね。うん、そういうように一応解釈します。だから How I need you ということでエクスクラメーションマークがあると考えて、これで簡単文なんです。どんなにか私はあなたを必要としていることだろうか、私にとって本当にあなたが 大事で必要なんだと。Someday、 いつの日か、 All I can give you is someday、 私はあなたのことを本当に必要としててしてる、だからまあ愛してるわけだけども、 Someday、 いつの日かこの私があなたに あげられるものはいつの日かという、その約束しかない、いつの日かわからないけども、そのいつの日か、その将来にともかく私はあなたのところに戻ってきて、そしてその時にはあなたのことを本気で、なんていうのかな、それまでもずっと愛してるけど、今度こそ本当にね、心身ともに結ばれようっていう、そういう約束、いつの日か結ばれようという約束しかできないんだと。今は私はあなたと一緒になるわけにはいかない。私が今あなたにあげられるものといえば、いつの日か一緒になろうというその約束しかないんだと、という意味ですね。で、Someday, all I can offer is someday、 いつの日か私がオファーできる、あなたにあげようという約束ができるのは、いつの日かというそのいつの日かという日しかないんだと。それしか私はあなたにあげるものはないんだと、あげられるものはないんだと。Please say that you'll be waiting when somebody comes。 そのいつの日かわからないけど、その時が来ると来た時に、あなたは私のことを待ってくれていると、待ってるというふうに言ってくれとね。いつの日かわからないけど、そのいつの日かが来るまでね、その時が来るまで私のことを待ってるというふうに言ってくれと、約束してくれと。Promise me this and a kiss to keep what you are always close to me ね。Promise me。約束してくれと、このことを約束してくれ。And a kiss。待てよ。And a kiss。ちょっと待てね。このことと、それからキスしてくれること、この2つを私に約束してくれという意味みたいですね。 To keep what you are。 ちょっと待てね。これは何々するためにですね。で、 keep の後に目的語が来てますね。で、ちょっと待てね。で、これね、to の後に動詞が来てるでしょ。で、次に what you are、 これは目的語みたいですね。で、close to me の close あたりが、これがsee、 すなわち多分これが保護ということなんでしょうね。だからあなたが今あるところのもの、すなわちあなたらしさというか、あなたの性格というか、あなた自身、あなたの本質というかね、そのあなた自身を保つ、どういう状態にかというと、常に私のそばにいるという状態に保つために、私に対してこのことと一回の接吻を約束してくれと、
ちょっと待ってね。だからね、こういうことみたいですね。あのね、ともかく、私にこのこと、このことっていうのはどのことかというと、この上のことかな。だから、いつの日かわからんけども、その時が来た時にね、私のことを待っていてくれるという、という約束。このことを約束、そのことを約束してくれ。そして、その時にはキスしてくれるというふうに約束してくれると。約束してくれと。何のためかというと、あなたの今ある状態をね、あなたの、まあ、例えば、微笑みとか、あなたの優しさとか、あなたの私に対する愛情とか、そのあなたの、あなたの今の姿をね、保つために、どういうふうにかというと、常に私のそばに保つために。だから結局ね、私は今から戦争に行くんだと。戦争行って、従軍看護婦になって、いろんな人に誘惑されたり、下手したら強姦されるかもしれないし、ね、誰かにバーンと撃たれるかもしれないしね、爆弾でなんかちょっと怪我するかもしれないし、あのいろんな人にまあなんて好きだと言われたりね、いろいろと心が移るかもしれない、移りそうになるかもしれない。だけども、常にそういう時にはあなたの心をね、あなたの今ある姿をね、あなたが私に対して愛を誓ってくれてる、そのあなたの、あなたらしさ、あなたの姿をね、私のすぐそばに常に保持するためにっていうことですよ。だから今あなたは私のことをこんなに愛してくれてるんだと。でもしばらく離れてるとね、あなたのことをうっかり忘れてしまいそうになる。そんなことないつもりでもね、戦争が起こってなんかいろんなことが起こる。いろんな人からいろいろと誘惑されるね、寂しいもんだからついついね、優しい言葉にコロッと参りそうになる。その時もね、気をしっかり持って、いや私にはねこんな人のね、あの誘惑に乗っちゃいけない、私にはね、あの、アメリカにこんな素晴らしい人がいてね、私のこと待ってくれてるんだね、あなたの今ある姿、私あなたの今の私に対する愛情を持ったその微笑みと、あなたの情熱的な 目つき、それを私のすぐそばに、私の胸の中に常にね、常に保つために、保したいから、忘れないで胸に置いておきたいから、だからこのこと、さっき言ったことと、それからキスしてくれること、そのことを約束してくれという意味みたいですね。そうすればいい、通じつまが合うんじゃないですか。さてとね、次ライミングしてるかどうか見ますね。 You give you a someday, someday waiting comes、どうやらライミングはしてませんね。ね。で、これで4番は終わりです。次いきます。5番ですね。さてと、また出てきましたね。How I need you.ハワイ20ということで簡単文でしょうね。どんなにか私はあなたのことを必要としていることだろうかね。あなたがあなたが本当に大事、必要なんだと、いやはっきり言って愛してるんだとね、いうことでしょうね。私には本当に愛、あなたのことが大事な、必要なんだと。 Someday all I can give you is someday、 同じこと言ってますね。Someday all I can offer is someday、 ここも同じですね。 Please say that you'll be waiting when somebody someday comes、 これも同じこと言ってますね。 Promise me this and the case to keep what you are always close to me、 これさっきの5ページ目、4ページ目と全くここまで同じこと言ってますね。そして最後にね、 someday、 これだけ付け加わってるんです。これだけ付け加わって、この someday という最後の言葉をね、本当に悲しそうに、本当にね、キャレンが情感込めて最後にこれを歌ってます。これは聞き応えがありますね。この最後のたったの Someday というこれだけの言葉なんですけどね、あの情感がものすごく困ってますね。というわけで、あのとてもね、あの英語ネイティブたちがコメントを YouTube 上で書いてますけどね、たくさんの人がものすごい、これは最高の歌だと、
もう最高にこれが一番好きなんだよ、カーペンターズの。だよね。あの、全然これ流行ってないんですよ。流行ってないけども、流行ってない映画に、歌に限ってね、一番いい、良かったりね。なんか、あれですね、流行ってるものよりも、流行ってないものの方が、かえってね、あの、キャロリン・カーペンター、というか、カーペンターズ、リチャード・カーペンターズの、アレンジングの素晴らしさとかね、そういうものは感じられるような気がしますね。流行ってないものに限って、かえって、良いものがある。で、後になって、だいぶ後になって、二人が円熟して、ね、素晴らしい歌い方、素晴らしい編曲の仕方、アレンジの仕方をしてる、してたりね、するから、だんだん歌が素晴らしくなることもあるんだけども、逆に、こういうね、なんか、デビューして間がない時にね、まだ、キャロリン・カーペンターの声も安定してない時とかね、あんまり経験浅い時に限って素晴らしいものがあったり、あんま売れてない曲なのに素晴らしかったりね、あ、未熟な時なのに逆に未熟な時だからこそ真剣勝負してるんですよね。あ、だからそれが人の心を打つんでしょうかね。僕だけじゃなくて他の人たちもそれで、なんか知らんけども、そういう売れてない曲で、しかもキャロリン・カーペンターにしても、リチャード・カーペンターにしても、本当に未熟だったはずの、そのものすごく若い時、1969年、キャロリン・カーペンターが19歳、そして、リチャード・カーペンターが23歳ぐらいの時に、ね、作ったこういう、まあ未熟だったはずの時期に、ほとんど売れなかったはずのこの曲が、かえって素晴らしい、一番素晴らしいって言ってる人もたくさんいるんですよね。で、僕もね、なんとなく何かを感じますね。で、これよりももっと前の、3年前のキャロリンが16歳の時に歌にすごく感動したりしますね。というわけで、今回はサムデイ、キャロリン・カーペンターが19歳の時、1969年に歌ったものです。2人がもう本当にデビューして間がない時、シングル版はそれ以前も出してましたけど、ね、シングル版はもう早くも、ね、これより3年前、1966年、キャロリン・カーペンターが、16歳の時にすでにシングル版を出してますけどね、その後、シングル版じゃなくてアルバムを初めて出したのがこの時です。その初めて出したアルバムの、ね、一つの曲で、サムデイ。この曲がどういうわけか、結構人の心を深く打って、一番これが好きだと言ってる人もちょこちょこ見られます。というわけで、この歌を今回は取り上げました。以上です。